皆さんこんこにちは経営コンンサルタントの中野です今日も中野天風の仮想通貨投資教室を始めていきたいと思います。2019年2月18日月曜日仮想通貨草コイン中野研究会特別有料会員向け YouTube 動画です。今日のね千葉県松戸市はね すすごい暑い暑ですねさっき外、車で行ってきたんですけど駅まで行ってきたんですが、えー、車の外気温がねもう18度でしたからでうちはねあの朝から晩まで日が照ってるんですよ東と南とね西がねあの何もないんですよね、北だけ家建ってるんので一日中日光が当たるので、ね、朝から家の中暑くて暑くてしょうがないんですよ。 それでね、もう朝からね、T シャツ1枚とね、パンツ1枚になってね、資料作ったり動画作成したりね、してます。なので、去年、思い出しますねあの家にいるときに動画作ってる時、ね、あのときは本当 T シャツ1枚でね、エアコンつけて作ってましたからもうまたその夏の時期来たのかよと思い出しますねもう1年経ったのかなという,ふうに思っております。 皆さんのお、あのー、住まいのところでは今日は暖か,い暖かいでしょうか。それでね、今日はですね、なんと素晴らしい資料を作りました。永久保存版の、ね、資料を作りましたよ。えー、前回ですね、XM の MT4 のですね IFO の設定の動画を作りましたで。資料も2枚作ってですね、PDF それぞれ1枚ずつにして、有料会員さんに送ったんですけれども、 その動画を作った後にですね、やっぱりしっくり来なかったんですよね。で、その2つの IFO の設定の仕方を説明する前にですね、もう少しその、まあ、XM、MT4 だけじゃなくて、えー F、FX、為替、外国為替 FX 全般についてのですね、この新規の注文と決済の方法について、 まとめられないかなと思ってずーっと考えてました。24時間ぐらいね。そして、なんと永久保存版の資料を作ることができましたので、それをですね、本邦初公開で皆さんにね、お知らせしたいと思います。で、私もね、この資料はね、どこにも見た時ありません。で、本、たくさんの FX の本を読みましたけど、そこにも書いてなかったし、 インターネット上ですね、ブログとかにも書いてないし、もちろん YouTube 動画で誰も作ってないです、まああの。YouTube とかブログとか本っていうのは誰かの、ね、受け売りだから、誰かが新しく作らないと、まあ、誰も作らないという世界なんですけど、僕はね、新しくクリエイティブするタイプの人間なんでね、今回ね、自分自身がね、本当に便利だなと思う資料を作りました。はい。 で、その資料を発表する前に、えー、かスーパー見てみましょうか。ちょっと XM ね。えーっと <coughs>、ちょっと落ちましたね。これ1分足なんですけど、えー、これが、これは冷日足ですね。これが5分足だから、1時間時間にすると、まあ横横ですね。ちょっと上がってきたかなと。これが4時間足。 30%ですね、さっきね、あの、さっきね、ちょっと間違えちゃってね、あの、成り行きで、ロング出ちゃったんですよね、倍でちゃったんですよ、ロング。えー、だいぶ上がってきましたけどね、あの、さっきね、プラス9万円まで行ってたんですよ。でもちろんこれ、あの、スプレッドが1.8あるから、1.8ありますよね、だから、あの、いきなり注文入れた段階で、マイナス18万円なんですよ、今ね。えー、 これ100って書いてあるんですよ。だから、1000万通貨1000万通貨入れてますから、手数料が18万かかるんですね。スプレッドでね。で、まあ、上行くと思うんでね。まあ、そのままほっと <laughs> 間違って押しちゃったんですよ、これね。だから、これ、隠しといてもいいかもね、こうやってね。うん。そうすると、値段がわかんないんだけど、間違って押しちゃうんですよね、これね。<laughs> 間違って押すとね、後悔しますよ。手数料高いから。だから、こうやって、 消しといてもいいかもね、これね。<laughs> はい。で、私はね、あの、枠線をですね、白、白、白じゃないんですよね。はい。ここの、上、上昇バーと下降バーを、えー、これですね。ここに、これにしました。真っ白だとね、ちょっと眩しいんでね、ちょっと青みがかった白ですね。しました。そうすると、可愛いい感じになりますよね、これ。 はい、それでまあ、これは5分足だと雲の上出たので、多分これは大丈夫だと思うんですよね。15分足でも雲をきちんと抜いてますね。30分足でも抜きましたね。1時間足はこれから雲に突入と、まあ上がるでしょうね、これね。上がる体勢に整えてるって感じですね。4時間足はもう雲乗ってますからね。日足も乗ってるんで、上昇ですね、これね。1分足はちょっと雲の中入りましたけどね。 うん。まあ、一旦押締めつけてまた上がるかなって感じですね。うん。はいはい。それと、あと、まあ、あの、すいません。あの、ビットコインなんですけど、うん、上,が上がってきましたね、今日ね。上がってきました。今日の朝,朝5時、5時から上がりましたね。で、この上げは何なんだなと。まあ、ビットコイン ETF の承認なのかなと思ったりもしてますが、 えー、まあ期待が、<laughs> 期待が持てるわけですね、これね。ね、まはあ、ダメか。イーサリアムが結構上がったんですよね。上がってますね、イーサリアムね。うん5分足1時間足どうですかね。上がってますね。で、これは、うちょっとかね、ビットバンクですね。上がってますね、やっぱね、ビットコインが。ビット上がってるって言ったって、 39万4000円から40万7000円ぐらい上がっただけってそうですけどね。うん、ちょこっとしか上がってないかな。これからかなと思いますけどね。リップルも、多少上がりましたね。三、え、十、ー、32円60銭から、33円90銭、34、34円ぐらいかな。えい、うん、1円ぐらい上がったのかなって感じですけど、 まあ、そうですね。ビットコインも上がったっつっても、まあ、まずは80万円回復しないと話にならないですね。例えば、ここの、このラインとか。んそうですね。冷やし、ここのライン。まずは72万。うん、まず72万とか80万円ぐらいはいかないと、じゃ話に乗れないかなって。 感じありま,す、ね、まあまだまだこれからですが、まあ、少し期待のできる、まあ、ここを上げて上げてきましてるよねだから2段階上げてるのはなかなかないですよねここを上げても下がっちゃってますからねこうやってねなので1回2回で上がってきてますからまあ初めての試みですからねちょっと注視しておく必要がありますそれではねお楽しみの永久保存版の資料についていきますはいこれですね1枚だけなんですが これね、すごくいいので、僕は、えー、これは、これもですね、印刷をして、えー、壁に、えー、パソコンの横に貼っておきます。皆さんもそうしてください。で、皆さんご存知の通りね、FX っていうのは新規と決済ってありますよね。まあ、新規注、新規注文と新規買いですよね。新規注文、決済注文。2つあるんですよね。で、新規は、新規の買いと新規の売りってありますよね。 買っても売ってもいいよと。なんだか空売りも、最初から買い売りもできるよってことなんですね。買いもできるし、最初から売りもできると。だから、景気がどん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 低迷していっても、まあ、どん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 売りでどん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 入っていけばいいから、まあ、家はまあ、株でね、損したり、まあ、事業を経営しててね、損したり、まあ、サラリーマンもどんどん給料安くなってきますよね。 景気が世界経済減速してくると、えー、会社の収入、会社の利益が減ってきますからサラリーマンの給料とかボーナスがカットされたりね給料カットされたりしてきますから、えー、サラリーマンやってくれるだけでは住宅ローンを返せないとか子どもの学費が払えないとかなってきますから、まあ、どうしてもやっぱり景気が悪くな,っなればなるほど儲かる。 えーまあ、仕事をするかそれか投資をする必要があるんですよで株とか仮想通貨あと先物なんていうのは基本的には新規で買いしかないですから基本は買いですからね、まあ、株も空売りはできますけど空売り難しいですから、うん、なので基本的に買い相場が世界経済が良くなっていかないと儲からないんですよ仮想通貨もそうですよねでも外国為替 FX だけはあの新規売りがあるんですよね <laughs> 余裕であるんですよ、どっちでもいいんですよ、どっちでもいいんですよね。なので、世界経済が悪くなってですね、あの本当に、まあ、周りの、身の回りの人でもいいし、近所の周りの人でもいいしね、テレビで見てて、まあ、本当に生きていけなくてどうしようと、派遣切りとか、あれ、まあ、それ、ね、例えば良くないですが、まあ、そういうねあの、世界経済が悪くなれば悪くなるほど、FX って儲かっちゃうんですよね。 これがね、ちょっと、まあいいとこでもあるってとこですかね。で、まあ新規と決済があって、新規には買いと売りがあると。で、決済も、うん、売りと買いがあると。で、新規で買ったら、決済では売りをしなくちゃいけないですよね。買ったら売る。借りたら返す。<laughs> 借りたものは返さないとダメだよね。で、貸したものは返してもらわないとダメだよね。だから買ったものは売らないとダメなんですよ。 新規で買ったものは、ね、仕入れ、仕入れで買って、安い金額で仕入れて買ったものは、高い金額で売らないと利益が出ないでしょ。でこれはわかるよね。新規で安い金額で買って、高い金額で売ると。で、今度は逆。<laughs> 新規で、えー、高い金額で売ったやつは、売ったやつは安い金額で買い戻せば利益が出るんですよね。だから、売ったやつは買うと。 買ったやつは売る。売ったやつは買う。これ分かるよね。わかるよね。で、プラマイゼロになると。これ分かりますよね。で、まずその次に <coughs>、新規で買うと、買うときには、3つの方法があるんですね。新規買いの場合には、まあ、成り行き。でこ、ここでね、ここでね、あの、ここでの表ではね、注文っていう言葉をね、一切使わないようにしました。注文っていうとね、よく分かんないんですよ。新規注文とか決済注文とか、 あの注文って何なんだってことになっちゃうから、あの、注文っていう、ね、言葉は一切使わないようにしました。注文ってややこしいんですよ。予約注文なのか、即時注文なのかって、注文って、全部注文でつくから、それだったら注文取りました。で、新規で買うときには3種類やると。なりゆき。これは、えー、DMMFX だったら、えー、ありましたよね。えー、スト、ストー、 なりゆき注文ありましたよね、すぐに買ったりする、ありましたよね。はい。あとは、まあ、あのー、だから、XM だったら、新規注文ですね、なりゆき注文ですね、なりゆき注文で、なりゆきより、なりゆき、これ即時ですね、即時。だから、あと、ここにも出して、これ、あちゃあちゃあ、ここですね、これも即時で売ったり買ったりできるんで、一発ポコンと押したらもう終わりなんでね、 これ出しておかない方がいいと思います。で、金額はもうここに書いてあるんで、これでいいと思います。あの、僕さっき間違っておっしゃったから、<laughs> 間違っておっしゃって、大変なことになって、マイナ,マイナス17万だから。はい。<laughs> 続きまして、あと、順張りですね。えー、順張り逆差し値、ね。これ予約なんですよ。即時で買わないでしょ。この金額になったら買うと。順張り逆差し値でね。 でこれ、バイストップでしたよね。で、これは何かというと、えー、ここのですね、これのま指、あ、値注文の中の、えー、バイストップですね。バイストップですね。で、この金額を入れて発注するということですね。はい。だからこ、これでバイストップだけもできるわけですよ。ここ入れなければね、00でやればね。ああいうふうじゃないです。あの、イフダンですね。if ダ それになったら買うとか、その金額になったら買うとか売るとかっていうね、普段もできるわけ、順張り。あとは逆張り逆張り、バイリミット。この二つは予約ですね。で、バイリミットの場合も簡単ですよね。皆さんもご存知の通り、この差し値注文の中のバイリミット。 えー、バリミット押して、で、金額入れて、発注を押せば、えー、イフダンですねよ、その金額になったら、えー、逆張りで買うということですね。はい。で、こ今度新規の売りなんですけど、これも3つ。同じですね。成りき即時。成りきは即時売り。で、順張り差し値の予約売り。セールストップですね。逆張り差し値の予約売り。セールライリミット。で、次に決済なんですが、 決済にも売りと買いがあると。<laughs> で、まあ、新規で買ったらあの、決済では売らなくちゃいけないんで、まあ、売りも買いもそうなんですけど、4種類あるんですよ。で、成り行きで、えー、即時で売るっていうことと、えー、っと、こっちの売りじゃないですよ。新規の売りじゃなくて、この買いに対する売りはですね、まあ、決済なんですね。で、決済売りは、えー、XM ではどうするかというと、ここに、 えっと、これ、バッテンあるでしょこれ、バッテン。これをね、ポンって一回押すと、決済されます。決済されます。だから、買ったものに対しては売るし、えー、売ったものに対しては買ってくれるんですよ、自動でね。だから、ここボタンを押せばいい、いいだけの話だよね。で、一括決済っていうのはないんですよ。一括決済ボタンっていうのはなくて、あの、ソフトをインストールしなくちゃいけないんですよね。で、その誰かが作ったソフトがいっぱいあるんですよ、世の中には。だからそれがね、バグるんですよ。で、止まっちゃうので、途中で。 それで保存してしまうので気をつけ、僕は入れないですよね。はい、あとは、差し値、利益、えー、これ、利益、差し値決済ですね。差し値、利益決済ですね。これ、予約ですあ。利益が出たときに決済するのを、まあ、利益が出ることを想定して、その値段で差し値を入れて決、決済予約注文を入れることを差し値決済と言いますよね。利益が出たとき、差し値、利益決済、予約。 で、逆差し値は損切り決済のことですね。で、これも予約です。あと、トレーリングストップっていうのがあるんですよ。これは、XM ではですね、ここ、えー、ここのね、下に出てるのはね、これ全部、あの、予約注文ですから、ね、僕も朝入れましたんで、予約をね。皆さんと一緒にね。で、これは関係,関係ないと。で、これだけが今動いてるんですよね。マイナス21万円でね。で、これについて、こう、 右ボタン、マウスの右ボタンを押して、ここにトレーリングストップありますよね。トレーリングストップを押して、それでこう、どうするかカスタムでも入れられるんですけど、えー、これはですね、あの、一番上に行ってから、何ポイント下がったら、決済しますかってことをねあの、入れられるんですよね。だから例えば、10ポイントっつったら、10ピップスなんですよ。 10って入れて、えあ、100か。100で 10, 10ピプスですね。えー、40ポイントだと4ピプスなんで、100, 100ピプスだと10ピプスですね。でこうやって入れると、えっ、ー、と、ずっとグ,グググ上がっていくじゃないですか。で、これ、これ、損切りも何も入れてなくて、えっ、ー、と、今、ただ買っただけなんですよね。で、いわゆる、 えー、成り行き、新規買いの成り行き即時ですよね。うん。で、トレーリングストップっていうのを今入れました。こうやってね。で、さっき、まあ、カスタムで 10, 10にしましたよね。10になってます百100ですけど、10ポイント、1ピプスになってますよね。はい。で、決済買いも一緒ですね。成り行き即時、決済買い。えー、一緒ですね。これね。差し値、ね、利益、決済買いですね。 逆させ、ね、損切り決済予約トレーリングストップ予約ですねそれで <coughs> 要はですね、えー、私たちはまあバイストップとセールストップしか使わないわけなんですけども結局ねあ,のあれなんですよまあ成り行きで買ってもいい,い,いし、えー、順張りで買ってもいいし逆張りで買ってもいいんだけどあの、まあ、例えば成り行きで買ってねあの損切りも利益確定も入れてないよと なりきって買っても後から入れられます後から、あのーまあ、差し値と逆差し値無理だし今のようにトレーニングストップに入れ,入れられます今トレーニングストップしか入れてないんだけども、えー、この注文に対してまた右ボタンでですね注文の変更をやるんですよそうすると、えー、<coughs> このゲーム ここに決済の逆指値と決済の指値がありますよね。それで、えー、っと、現在の価格との差で、まあ、4ピープス、こうやってやると入れ、ピープス、えー、下で損切り、4ピープス上で、えー、D 確定って、こう簡単に入れられるんですね。で、これをもうちょっと10、10、そうだな、十十ぐらいにしておこうか。 まあ、10ってやるとさ100万円の損なんだけどね、これね。<laughs> まあ、10, 10にして、そうだなぁ、<laughs> どうしようかな。そうだなぁ、50にしとこう。そしたら5ピープス。で、こっちが10にしようか。そしたら100万の利益でけ自動決済ですね、これね。はい。こうやって、こうやって。そして、これで、はい。これで、 けあの決済、まああ。これ逆差し値、ね、損切りですね。でこれから利益確定差し値、ね。あとトレーリングストップも入ってます。もちろんね。トレーリングストップも入っているということですね。だから全部入れるんですね。じゃあまあ、こういうこともできます。だから、あのー、まあ、これとね、この新規,新規で買う、新規の買い売りと決済の売り買いっていうのはあの独立していると考えてくださいね。はい。だから、もちろん新規売りについても成り行きで買って、 あとで、刺し値、逆刺し値も入れられるし、トレ,ストトレーリングストップも入れられると。あとは、逆張りで、逆張りだけで買って、刺、えー、し値、逆刺し値も入れられるということですよね。で、えー、イフダンっていうのは、買いだけですよね。もしこの価格になったら買うとか、売るとかですよね。イフダンというのはね。で、バイストップなんかバイリミットなんか決められると。で、OCO っていうのは、<coughs> えっ、ー、と、この、新規で、 新規の場合の売り買いを両方できるということですね。こっちとこっちはね。で、IFO っていうのは、えー、っと、まあ、どれか、何行き以外ですね。順張り買いか、逆張り買い。順張り売り、逆張り売りのどれかと同時に差し値、逆差し値を入れられると。これね。それが IFO ですね。 はい、でまあ,あ IFO が一番いいんですがもしねもしいや今チャンスだともうバグ上げ中で IFO なんか,入れ,なんか、ね、入,れ入れてる時間なんかねえとあのもう今逃したらダメだっていう時はもう成り行き成り行き買いとか成り行き売りしてしまってもいいですよ、うん、そして、えー、後からねゆっくりまあ相場動いてますよねぐんぐんぐん上行ったりぐんぐんぐん下行ったりしてますよね その間に、えー、マウスの右ボタンを押して、さっきのように差し値、逆差し値を、えー、登録すると。まあ、それかトレーリングストップ登録すると。トレーリングストップと逆差し値を登録する。でもいいですよ。うん、トレーリングストップは基本的には、えー、利益決済ですから。利益決済ですからね。うん。だからこっちかこっちと、まあ、この逆差し値の損切り決済は絶対入れないと、 あの全部なくなっちゃうんでね。損切り決済は絶対入れてください。はい。ということで、お分かりいただけたでしょうか。<laughs> ね、僕もちょっとね、あの、この資料を作ってよかったと思います。この資料は、えー、人によってはね、1億円の価値もあれば、10億円の価値もあるし、100億円の価値もあると思います。はい。これが分かんないがために、えー、順張り予約、逆張り予約、予約注文、予約決済、 をしてない人がほとんどです。この世の中にはね。はい。これがわかんないがためにね。で、まあもちろん、だからこれもわかんないし、えー、これもわかんないと。ただ、毎日、なり行きがい、なりきゅうり、なりゆき売り、なり成行きがいをしてるだけですね。はい。だから、勝てないんです。だから、勝てない人だらけなんですね。うん。皆さん、気をつけていただいてですね。 ぜひですねあの、みんなと一緒にですね、成功を勝ち取っていきたいと思います。それではね、あのこの資料だけ PDF にしてですね、また LINE で送らせていただきます。それでは今回はこれで終わります。ありがとうございました。失礼いたします。